マカハンニャハラミタシンギョさて時は遡ることは飛鳥から奈良時代は初期の皇族安曇野尊のは万葉歌人天武天皇の大皇子で母は蘇我の赤江の娘大野の伊良爪705年慶運2年時代上漢字に715年霊気元年正月一本に除せられた芋舞田島の姫巫子との激しい恋愛は有名姫巫子の持つ子墓を望む一生家は特に哀切で本葉集に短歌四首が残されている晩年を友の坂の上のイラ爪を愛したという715年霊気元年7月の27日公表なされました。重ねては鎌倉から南北朝時代の神道家御手洗常吉殿は仮名は比嘉御手洗定直の次男昭和5年伊勢神宮外宮の一の禰宜長官となり24年間在任伊勢御手洗神道家振り付きの神道学者後醍醐天皇の命で倒幕の祈祷を行い13位となる歌人としても知られ仏教にも精通した天台宗寺編の旧寺本記元義のために序文を記しあの蓮師のために大神宮両宮の御事を表しその他玄徳中心渡来系図君宝福儀礼などを表した1335年国王2年延元4年7月の27日去年77歳にてご帰依なされました。重ねては戦国時代の武将高橋常雲殿は大友氏の家臣義弘秋政の次男で立花宗重の実父にあたる通称孫四郎主膳三河の神上雲が宝豪で実名は重胤高橋昭胤が謀反を起こし修繕を追放された後の元亀元年1570年5月に高橋氏を継ぎ筑前岩屋城宝満城の城徳となる天正6年1578年の耳川の戦いの後肥前龍造寺氏や秋月氏など筑前の国衆が大友氏に反旗を翻すと立花城城徳の立花同説とともに大友氏に敵対する勢力と戦った54年島津氏は筑前に進出し岩屋宝満領城を包囲4月21日早朝岩屋城に総攻撃を受け長州徒と共に壮烈な再起を遂げた。1586年天正14年7月の27日去年39歳にてご入滅なされました。重ねては安土桃山時代の豪商茶屋家の初代当主茶屋四郎次郎殿は本姓は中島弓縄清信京都の呉服商茶屋四郎左衛門秋信の実子若年から徳川家康の側近として先陣に従い軍事物資の調達や上方筋からの情報伝達にも当たった豊臣秀吉政権下では家康のために諜報活動を行い豊臣氏との調停を図るなどしている
家康の朝廷工作にも関わり、関東への領地外では江戸の町割りを担当し、武州大官も務めた以後茶屋本家当主は代々四郎次郎を襲名した。1596年慶長元年7月の27日お入滅なされました。重ねては、江戸時代は中高期の武士佐藤文永殿は海縄信義、あざなは一京または四川、通称は寛平、佐藤周仙の孫で佐藤一歳の父にあたる将佐々木文山に儒学を服部南角に学ぶ。応暦13年美濃の国は岩村藩家老となり、松平紀方紀盛紀康と三代にわたり34年の間仕え、寛政7年に辞職した。1814年文化11年7月の27日去年87歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は後期の国学者西原朝木殿は筑後の国柳川藩士、あざなは君上、通称は正右衛門または釣彦、我が熊御曹と号した若尾清水浜海に国学を平田厚谷村田春海に学び、万信友草場廃線らと親しく交友した。後に藩校伝習館の国学師範を務め、藩主やその子女に国学を教授した。佐々木には50音講和四神などを表した。1855年安政6年7月の27日去年79歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は後期の蘭方医桑田龍斎殿は越後の国新潟の生まれ、本姓は村松、海縄和み、あざなは公爵、坪井新道に学ぶ桑田源信の養子となり、江戸深川で小児科を開業。開業2年1849年大仁家の伝えた牛頭志を幼児に接種、寛政4年闘争が流行した江戸地で数千人に死闘を施した。座国は牛頭発毛などを表した。1868年慶応4年7月の27日少年58歳にてご入滅なされました。重ねては、幕末の三条運動家今訓殿殿は我の国徳島の生まれ、海縄海通称は遠蔵、仏号に王水または動物などを号した。元は僧侶で諸国を巡歴し、後に讃岐の国は琴平で草薙遠石らと尊上を唱えた。慶応元年1865年高杉晋作をかくまった罪で高松藩に捕らえられ、遠石と共に入国された。慎吾は琴平で私塾を開設した。1874年明治7年7月の27日去年63歳にてご入滅なされました。重ねては、幕末から明治期の曹洞宗の禅僧仏教学者の原丹山禅師は宇都の国岩木平の生まれ、本姓は荒井、意味のは学仙各僧と号した。江戸昌平校で儒学を修め、滝安宿の塾で医学を学ぶ。26歳で出家して禅を修行、仏教の科学的体系的解明を志し、その先駆者となった。1879年明治12年東京大学インド哲学科の最初の講師となり、
後に曹洞宗館長代理として宗務を司り、曹洞宗大学院、現在の駒沢大学総監などを歴任した。1892年明治25年7月の27日、去年74歳にてご自宅なされました。重ねては明治から昭和初期の冒険家中村直吉殿は、愛知県豊橋の帽子商、明治20年アメリカに、27年カナダに赴き、34年商業視察を名目に無線世界一周の旅に出て、6年間に60カ国を巡った。日本人としては初めてアフリカアマゾンを探検したとされる。その記録は押川春郎との共著で古代州探検記として刊行された。この他著作には世界探検15万里、アマゾン探検記などを表した。1932年昭和7年7月の27日、去年68歳にてご逝去なされました。最後に本日の御記述をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり、魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。